今日は、お世話になっています山田先生や家元さんに来ていただいています。今日は最後の加工ということで、しっかり話を聞いて、いい評判を次に持って帰ってください。はい、はい、じゃあお願いします。今日は、4人で講習に行きました。それで私はこういうね、お勉強の場合に先生がおかしいんですけど、今日はね、教えていただきました。初めてです。ドキドキしてるんですが、楽しくやりましょう。それで今日一緒にお手伝いしていただいている方の紹介します。この方が私の両端の先生、大中先生です。はい、大中です。おはようございます。おはようございます。大中が私の先輩の両端の方で、五島さんです。ご視聴です。よろしく。から今カメラを持っておられる方が小林さんです。小林さん、お願いします。お願いします。カメラでね、ずっと皆さんに映してもらうとね、またいいのができたらね、見せてもらってください。 DVD ができると思います。はい、ということで、そしたら今、一つずつ持っていただきましたね。ペーパーありますね。それでね、2月のまだやろ。もう初めていいですか。あ、もうどうぞ、はい。ペーパーね。ペーパーね。ちょっとどっちか。そう、小さく折った方がやるんです。はい、誰かな、これは13番。だから時間がないから、うまく磨けた人から絵を描いてください。いいですか。で、本当はね、よかった。芸芸持ったら、あれ、これ、見せた方がいいですか。この表端を例えばこうして色塗りたい人はこれに刺して色塗ったらいい。ならばこれ逆さ向きにせんと、まっすぐしたい人はここでこうやって色塗ったり、こうやって色塗るのは無理やから、こうやって、まあ、この棒をこっちに刺しといて、こうやって色塗ったらいいです。わかった。逆さ向きにするかどうかは今決めな。どっちに色塗るか。いやー、めっちゃ緊張する。腕もしみたい。Thank you.
薄いわ、こんなの。絵の具。そもそも薄い。ありがとう。全部持っていってます。棒だけでもいい。